ジェンダーレスエイジレス、体ボンレス、グラリオサ男です。バイザイマー。はい、ということで今回の動画なんですけども、一つ前の動画で踊ってみた、やらせていただいて、その鈴宮春日の憂鬱の、ハレハレ愉快踊らせていただいたんですが、これ、何も、みんなやってるから、わしもやってみようっていうことなのではなくて、実はですね、ご本人からお話いただいて、もうそれ言うまでもないですよね。その方の依頼のもとでやったということなので、今日はその方とのコラボ動画という形にしたいと思います。イエイエイ、ウォーウォー。リモートで、その依頼人の豪華ゲストの方と、話をしながらという形で振り返りたいと思います。そのコラボゲストの方、こちらの方です。ドン！おお！平野彩ちゃんです。イエイエイウォーウォー。いやいやいや、バイザイマー。どうもどうも。あれはすごい、いやいやいや、ちょっとなんかコラボしてくれるということで。そうなんですよ、そうなんですよ、私から連絡させていただきましたけど。はいはいはい、元気ですか、ほとこさん。あ、そう、初対面ですよね。初対面ですよ。でも私ほら、YouTube 見させていただいてるので。そう、なんかね、男友達でいてくださって。そうなんですよ。だからもう、会ってる気ではいる。ありがとうございますの、本当に。ありがとうございますけど。ちょっとどうですか、おうち時間どう過ごされてます？もう、ちょっと聞いてください。私、初ズーム使ってるんですよ、今。これ初のズームだろ？初なの。で、しかも、このね、自粛の期間で、なんか、こう、リモートの会議だったりとか、リモート飲み会みたいなのが流行ってるってニュースでやってたから、あ、じゃあきっと使うだろうと思って、携帯にアプリ落としてたの。ほう。で、誰からも何も言われず、ようやく今、ここに。使われてる。ちょっとなんかこう、誰彼に誘われてリモート飲み何度もしてますみたいなことじゃないんですか？何にもしてない。と初めての男さんですから。わあ、私が初めてなっちゃうんですね。そうですよ。そんな家では何をなさってんですか、最近は。家では、なんか最近、まあ常に本読んでたりとかするの好きで、本読んだりとか、あと勉強したりとか、なんかそういうのをしてたんですけど、ちょっとなんか自分にできることないかなと思って、試しに自分の出てるアニメの、鈴宮春日の憂鬱っていうアニメがあるんですけど、そのエンディングテーマのダンスがあるんですよ、キャラクターが踊ってる。で、それを自宅で、運動不足だから全力で踊ってみたっていう動画を上げたら、割とバズって。いや、バズってる、バズってる、ありがたいことにすごい反響をいただきまして、で、その編集作業に追われてる。自分でやられてるんですよね、編集ね。全部自分。もう、編集なんかしたことないし、最初もうiPhone に入ってる iMovie からやってたの。それと、あともう2つぐらいアプリ頑張って駆使して、機械音痴だから、分かんないと。なんせ、ズーム初ですもんね。そうですよ、初ですから。男さんはなんか、何やってるんですか？いや、わしはだって、ファスティング1週間やりましたし。すごい！そう、もう、4キロ落ちて、腸内環境。そう、すごくよくて、一回りぐらいなんかね、その体重こそ4キロしか落ちてませんけども、なんかこう、体周りは随分となんかね、落ちてるんです。軽い感じします？軽い、もう超軽い。あー、それすごいわかる、でも。いいじゃないですか。そうなんです、なんか自粛期間、それこそなんかできないかなっていうところから始まって、この動画も結構上げてるんで、その中の一環でできないかなと思ってやったのが。そう、だってジムとかすごいって、その後にすごいラーメン食べたりとかしてましたもんね。そうね、そんな前に来て、そのジムも行けないから、そうですよね、ことで始めたんではあるんですけど。へー。そしてそんなこと言ってたら、平野彩様からお声掛けいただいて、
ちょっと説明していただいてもよろしいですか？はい、その先ほどお話しさせていただきました、うん、あの鈴宮春日の憂鬱というアニメのエンディングテーマのハレハレ愉快を、うん、ちょっと男さんと一緒にコラボさせてもらえないかなと思いまして。いやもう誠かって話ですよ。聞けた。いや、偽り花火多いというかね、こう数々の有名な方々とコラボしてる中、わしにまでお声かけていただいて。いや、そうなんですよ。いや、私、あの、ま、男さんではないんですけど、ちょっと男さんにフォルムが似た方の、うんうん、とずっと番組呼んで7年半ぐらいやらせていただいて。ああ、こういうやつ、こういうやつですよね。そうそう、こういうやつ、こういうやつ。でその時に男さんが割とあの無茶ぶりでしょっちゅう踊らされてたなと思って。わしじゃないけどね、わし似てる方がね。あ、そうそう、似てる方、似てる方。そうで、あのそうすごいなんかもう、あ、じゃあ今覚えてください、今踊ってくださいみたいな、なんかすごい、ね、短時間で頑張って踊ってらしたなって思って、あ、これはきっと、うん、男さんもできるんじゃないかなって、うん、私勝手な想像で声をさせていただきました。いや、無茶ぶりですよ、ハレハレ愉快は。あの、なかなかのもんですよ。そしてね、やっぱりこうあなた自体のキレもすごいですから。ありがとうございます。私はもう全然なんかね、あのダンスが上手いわけじゃなくて、ただもう全力でやってるだけなので。いや、ほんと全力ですよ。ですので、それをちょっとね、わしもちょっと頑張って覚えて、はい、撮らせていただいたのを今日はそのまあいわばあの平野綾様と一緒に、はい、これから見て終わっての感想なんかも言う機会にしたいなというふうに思ってます。ぜひお願いします。見てみます。じゃあなかなかないですもんね、こうやってね、こう個人だけで撮ることあっても両2人で撮ったのを見るっていう。そう、これ初企画なんで、うん、すごい楽しみにしてたから早く見ましょう。わかりました。じゃあちょっと見れるものを用意していただいて、せーので、ね、始める形にしますので、まあまあよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。いきますよ。はーい。せーの。いや、もうここからしてもうね、あやちゃんのキレがもう始まっちゃってんですよ。だってさ、こうやってるでしょ。こうやっぱね。これ、ハレハレは、その足の動きがすごいのよね。だからもうこう、私では、それと同じように男さんの首の動きがすごいのすごい。首だけで、ほんと上半身だけで踊っちゃってる。足を知りたいのよ。いやいや、でも先輩に言われたことある、顔で踊れって言われたことある。足とか、そう、足とかいいから、とりあえず顔で踊れって言われて、それこれ超かわいいの。なんでこれさ、ちょっと一瞬マッスルになるんですよ。俺ってやっぱ、あやちゃんはもうブレないね、重心がね。そんなことない、もうずっとつま先立ちで踊ってる。すごい。入れてきたね。入れてきたでしょ。はい、ちょっとね、わしに似てる人のギャグ、ここをこうこうこう、もう久しぶりにこれ見たらもう入れさせていただきましたが、嬉しすぎてやばかった、大爆笑した。いや、これね、うん、踊った次の日、もうだから練習ももう何度もして撮って、うん、次の日全く朝起きれなかった、うん、もう筋肉痛で。マジですごいよ、これ。何日目ぐらいでした？いや、どんなもんだろう。いや、もう練習を山ほどやったんで、回してからは3回、4回ぐらいだとは思うんですが、このお茶に至るまでのは、もうこりゃすごいっていうぐらいカロリー使った。だって私、オファーして2日目ぐらいでも撮ってらっしゃいませんでした。割と私、やっぱきついこと言ってんだなと思って。これはね、なかなかのボリュームの、そのなんかこう、手加減できる振り付けじゃないっていうか。そうそうそうなの、ほんとそうなの。全身使うし。そう、全力で踊ってこそみたいなやつなんですよ、これ。うん、
で、なんかもう上手い人とか関係なく、もういろんな人がこうみんなでわって一斉に踊れるっていうのですごく有名になった曲だから、これはぜひもうみんなに踊ってほしいと思って、だから男さんが踊ってくれたら、じゃあやってみようかなと思う人いっぱいいると思う。確かにね。うん。わしでも。あのこのマッチョのところとかこう、これ。何これ超かわいいの。本当にイメージなんだけどね。もう最高でした、ね。いや確かこのあの、笑いながらのとこのあやちゃんの全力具合半端ないよね。うわーってめっちゃ笑ってますね。あれに感化されたところはありますよ。ありがとうございます。いやそれはもう本当にあの宝になりましたわしの中で。なんかその7年半ぐらいやってたあのねこういうやつで、私なんか唯一心残りなのが、なんか塚地さんと踊れなかったことなんですよ。そうかも、わしが踊るはたくさんあったけど、そうなの、2人でやるってなかったの。確かに。だからあわしじゃないか、わしじゃないか、わしだけとかね、塚地さんとわしじゃないからね。だからなんか踊るもそうだし、なんか筋トレするとか、なんかこういろんな企画があったじゃないですか。俺全部ね、塚地さん一人だったから、あなんか一緒にコラボしたかったなと思って夢が叶いました。大体ね、それの番組ではあやちゃんがこう MC の立ち位置だから、こうあのそれではお願いしますみたいな振り方のねポジションが多かった。どうぞーみたいな。そうだからようやくあの男さんがね叶えてくれたなそれをと思って。いやーやってみましたよ。本当にもうこれももう、いい記念にこれたくさん見てくださると思うので男友達も。ね、本当に男友達さんもぜひやってみてください。まさか本家とね、コラボさせていただけるなんてって感じですけど。本家やってたのもう14年前ですからね。いや驚いてないのよ、そういう意味じゃ。いや、まあまあな年になってね、驚い感じてたら。いや、もうなんなら、この踊るに至って、ちょっと細かい部分とかは、このあやちゃんからいただいた動画だけじゃ分からないからってことで、もうそれこそ昔のあやちゃんから何かこう踊ってるの見たのよ。やばい、超とんがってる時の私です。超とんがってるあなたの感じから始まって、それこそなんか FNS なのかな、なんかこう、NMB のね、とさやねとか、あの乃木坂 の, あの松村さんとか踊ってるのとか見たりしたら、いやなんか最近のあやちゃんの方がなんかこう切れてるけどね。あのでもそう、昔、当時その14年前の時って私ね、あんなだったんですけどお金なくて、本当にね、マジで貧乏な時があったんですよ。で、食べるもんがなくて、あの栄養失調で何度も入院したりとかしてたの。だからもう筋肉がないから、踊ってても止められないんですよ。ほうほうほう。ピュンピュンってなっちゃって、でも一回踊るたびに死にそうになるみたいな。あの時の私のあだ名、アンデッドだったんですよ。アンデッドって言われてたんで。そうなんだ。そう。今健康になって。いや確かにこの自粛期間中になんか覚えて踊るっていう、そのなんかこう頭使うのと体力使うってこの2つあるから、もう進めようね。そう、そうなの。しかもさ、私今これのね英語バージョンを制作中で。あ、世界だ。そう。ちょっと世界にもこれのファンが多いから、英語、そうなんですよ、英語バージョン作ろうと思って今ね頑張ってるところなの。だからいっぱい頭も使うし、もうちょっと自粛の方が忙しいかもしれないね。お家ですごくいっぱいになっちゃってますね。そうそう、宿題ばっかりで。本当こそ、本当に時間ない中、ありがとうございます。いいえ、とんでもございません。もう十分よね、これでもうわしの使命は果たしたというか。あのね、そう、それでね、ちょっとまだ言ってなかったんだけど、あのね、まあ男さんによく似
った方が、うん、よくあのなんて言うんでしょう、こうももクロさんが大好きで、あわしも好き、うん、あわしも好き、わしもモノノフ、そうなのね、うん、そうあのね、うん、そしたら知ってると思うんだけど、うん、最強パレパレードって歌があるじゃないですか。パレパレ、うん、パレパレ、そう、うん、あれってね、もともと春日の歌なの。いやいや、もう存じ上げてますよ。あ、本当に、うんうんうん、で、そのそれを、うん、あのももクロちゃんたちがカバーしてくれて、うんうん、あの同じ、まあ、振付家の先生つながりなんですけど、うんうん、由美先生、うん、そう、由美先生、由美先生、うんうん、石川由美先生やっぱって、さすがだわすげえわー。そうだ、あのね、由美先生がその振り付けてくれたパレパレードを、うん、きっと、もののふの、まあ、塚地さんだったり、今、自分で男さん、もののふだとおっしゃったので、うんうん、これはきっと、散々見てるから、もう、うん、踊れるんじゃないかと思って。いやいやいや、押す方、押す方、こっちは、コールとかよ、大犬堂。おーとか。うん、ある程度やっぱりね、振りも覚えてないとコールも成り立たないじゃないですか。まあ、このサビ部分のこの感じとか。そう、これとかね。うんうん、そうだから絶対そこは、それこそハレハレ愉快よりも全然入ってると思うんです。うん、その入ってるって何よ。入ってる、この中にも入ってる、インプットされてると思うんです。見ている映像はね、うん、自分の中で。もうだからそのちょっとこう、貯蔵庫を開けてもらって、その入ってる部分をちょっとぜひコラボまたさせてもらえないかな。パレパレもういいの？しかもこれ初めてです。パレパレやんの。嘘。なんならそうコラボ自体初めてだし、うん、その私のあのとんがってた映像を見てもらったと思うんですけど、そのとんがってた14年前から私一回戻ってないんです。じゃあもう長いスパン全然やってない状態？全く踊ってないから、私すらちょっと危うい、うん、やってみんの？ちょっとやりません？そうで、ファンの方からも、うん、パレパレぜひやってくださいっていう声は多いんです。だからここは、ちょっと私だけじゃ心もとないので、もうパレパレ、全然余裕っしょみたいな、もののふの男さんに、本当にもののふって別に、はい、その、なんていうの、振りコピっていうよりは、私はもう、コール側の人間だから、うん、踊ることに関しては全くしないのよ。いや、でもやっぱりここで踊ってくれたら、ももクロちゃんたちもすごい喜ぶと思うんだよね。そう、そう言われたら、自粛期間だしね、運動にもなるしね。そう、私そう思って、もう由美先生にもね、許可もらっちゃったんだよね。ちょっと早い早いよ話が早いよ。カジさんに言ってみようと思うんだけどって言ったら、最高って言ってたから大丈夫だと思う。最高って言ってた。やってみっか。やったー、ありがとう。やったやった、男さんとじゃあ最強パレパレードをコラボさせていただきたいと思います。よし、じゃあちょっとこれ終わりからちょっと覚えて、うん、また次回の、動画で上げれるように、うん、ちょっとそうだね、頑張ってみます。うん、じゃあ、お互い練習期間で。了解。いや、これって、なんかパレパレも大変なイメージあるな。あのね、私の印象だと、ハレハレよりパレパレのが全然大変。これまで、その足の動きとかもすごそうじゃん。手もなんか、こういうイメージでしょ？そう、なんか、ハレハレは足動かないんだけど、パレパレのが足動いてるから、ずっと飛んでる感じ。もう、ハレハレもめっちゃ足わかんない。もうなんかこう、難しいと思ってたから。ハレパレは、もう本当にエクササイズっていう感じなんで、うん、ずーっとこう、跳ねて飛び跳ねてるイメージよね、この、ニーステーリング。そうそうそう。ほら、もう歌えてるじゃん。違う違う、オスがやばいからこっちは。これこっちは練習なんていらない。いや、私の方が多分できないわ、これ。男さんに負けないように頑張って練習しなきゃ。いやいや、ほんとよ。その尖ってないしね。筋肉もついてるしね、今ね。そうそうそう、今のが多分うまいと思う。上手に踊られてる。ご飯も食べれてるし。うん。よし、じゃあちょっとやってみます。わかりました。ありがとうございます。はい。楽しみにしてます。わかりました、はい、ということで、うん、はい、愉快の方は踊らせていただきまして、コラボありがとうございました。最強パレパレード、
です。はい。はい。というわけで、男友達の皆さん、見てくださって、ありがとうございます。インナーマッスル、オーツーキャンディー、サマーデイズ、バイザイバー。バイザイバー。